ったく、昨日は本当にひどい目にあったね、ひなこちゃん。本当だよ、しんどいさんに誘拐されたんだよ。何の目的で誘拐したんだよ。あいつ見つけたらとっ捕まえてやる。はっ、ペッチ目の前。あ、この憎きしんどうじめ。3、2、1でとっ捕まえるぞ。魔界しとけ。3、2、1、とりゃー、おりゃー。え、え、うわあ。いって、なんで落とし穴。ペッチ、これまずいんじゃない。あ、やばい、ひなこちゃん、こうなるとまた誘拐されるよ。また誘拐される。みんな、チャンネル登録と高評価ボタン押して誘拐を阻止してくれ。あ、ひなこちゃん、なんか変なとこに連れてこられちゃったみたい。へ、タイムリミット90秒って書いてあったよ。え、え、なんか誰か電話してる。しかも、え、本当だ、プルプル、もしもし、あ、俺だ。あいつ、ここの監視ってこと。合言葉めんどくせえな。え、とりあえずこっから脱出しないと。またひなこちゃん、え、でもなんかめちゃ大事なこと言ってない。上に山あり、下に川あり。上に川あり、か山あり、一緒に山あり。亀ありじゃないんだ。OK か、正直この合言葉だ、ダサいよな。というかそんなことはどうでもいいんだよ。ついに連絡を手に入れたんで、嘘じゃない、後で写真で撮ってメールで送ってやるよ。ああ、これでこれで褒美が出て俺たちも金には困らなくなるぞ。そうだ、来週俺の誕生日なんだ。派手に金使って旅行とか行かねえか。あいつが主犯格なのか、もしかして。そういうことかもしれん。はあ、確かに。あ、今変なウイルス流行ってるからな。うん、確かにそれもいいな。なんか会話してるんだね。え、で、うちら何すればいいの。時間なくなっちゃう。ここから出れねえし。だから経験値ある。え、え、どうすればいいのこれ。ボスに私に行ってくるわ。じゃあ、やばい、あと10秒しかない。やばい、もう俺死んじゃう。何にもできない。え、死ぬの。じゃあ来週は予定開けとけよ。じゃあな。あ、そういうことね。あいつが電話終わって戻ってくるまでに脱出しなきゃいけないんだ、うちら。そういうことか、あいつが見張ってんのか。そういうことか。やばいやばい、が90秒しかないんだ。嘘でしょ。行くぞ、もう一回行くぞ。はい、でもさ、これ何ができる。上上上上上、あ、上上上、チェスト、はい、斧、奥のフェンス。あ、壊せる、これで。オッケー、壊した。とりあえず探索する。オッケー、全部壊した、フェンス。なんで全部壊すの。暇か、お前。暇じゃねえんだよ、うちら。あ、配達手帳、今日は4月1日らしい、エイプリルフールだって。の10日後が誕生日だから、4月11日が誕生日なんだ、あいつ多分。あ、そういうこと。え、でもこれどうすればいいんだ。と、クローゼット、このボタン押していい。いいよ。床が腐ってるんだって、ここ。あと、ここに変なチェストがある。時計は見ている、動かしちゃダメよ。なんか入れられるっぽい、これ。時計あそこにあるよ。何を見てるんだ、時計は。あ、違う、来週俺の誕生日だから、来週のどこだかわかんないんだ。 OK、 時計は見てる。何を見てるんだ。あと、お風呂、タンク。やば、あと30秒。やばい、90秒短。90秒で本当に脱出できんのか、これ。ふるさん、ここ金庫あるよ、金庫。あ、本当だ、金庫、鍵が必要みたい。はいはいはい。え、とりあえずパスワードが必要なんだよ、確か。あ、10秒しかない、どうしようどうしようどうしよう。やばい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 、探索できる限りするぞ。あ、ね、寝る、ね、あ、あー、寝てもダメだった。ダメだ。ちょっともう一回行くか、情報が全く何にもない。行くぞ。はい、おの、はい、フェンス、これさ、どっかに置けんじゃね。いや、置けねえわ。へー、お風呂が怪しい。お風呂怪しいよね。お風呂タンクはあるけどって感じか。この手帳の名前を書いて、なんか金庫開けんのかな。上、なんだっけ、上に、なんだっけ、ちょっと待って。上に山あり、下に川あり。上に山あり、下に川あり。上に山あり、下に川あり。なんだそれ。え、でもなんかすごい豪邸だね。そんなどうでもいいんだって。あー、チェストある、チェストある、ここに。え、どこ。上上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 。あ、ほんとだ、ほんとだ。あ、羊毛、羊毛。カーペットある、カーペット。え、え、それが何。あ、あ、が、あれだ、何色ある、ここだね、多分。このチェストっぽいよね。これで上に山あり、下に川あり。でもこれ、いろんな色のカーペットがある。わかんない。どういうこと。カーペットのヒントなんかないかな。え、あと10秒しかない。やばいやばいやばい。山あり川ありがわかんない。あー、ダメだ、むず。え、どういうことだろう。ちなみにさ、前回誘拐した時、ここ行け、あ、行ける。
ぬめかり、ぬか、ぬま、ぬか、ぬかりないね。まあここに何もないんだけど。滑舌どうしたお前。ぬめかりって漬物かい。よし、じゃあもう一回行くしかねえな。うん、はい、来たぞ。どうすればいいんだ。上、上、上だ。ごめん、いつも忘れちゃう。はい、これカーペットこれさ、なんかこれ置けないのかな、これ置けない。確かにそこ腐ってるって言ってたもん。山ありと川ありがちょっとわかんないな。なんだなんだ。でも時計は見ている。マジわかんない。こうじゃないもんな。ニュー、ニューニュー、ニュー、わかんなすぎてオタクになっちゃう。ニューお酒ってニューっていうの。わかんない。貯蔵台もまだあるよね。貯蔵台、貯蔵台使えそう。ちょっと待って、どうするの。何もできないんだけど。下に亀有が全然わかんない。亀有じゃん、山ね。あ、そう、山有が。あ、そう、下川だ、下が川だ。あ、上はなんだ、山、山有か。上が山。でもこれ金庫開ける必要ありそうだよね。いや、ありそう。どうにか出たいわけだもんね、うちら。残り10秒だって、どっち待っちゃう。でもさ、誕生日じゃない、やっぱりこれ。パスワード、俺紫色の文字だし、うん。あぁ、そう、戻ってきた。え、待って、待って。いや、合言葉、え、あ、通話相手との合言葉が上に山あり、下に川ありなのか。うん、金庫のパスワードを書く紙なんてあったっけ。本がある。じゃあ、あいつの誕生日っぽい。4日の1週間後、7日プラスしたら11。え、でも来週だから何個プラスするのか分かんなくない。まあでも7日って考えて1回やってみる。オッケー、じゃあ4月11でやってみようか。0411じゃない。あ、え、待って、違う、え、待って、4月エイプリルフールなんだっけ今。うん、え、じゃあ7日足したら全然11じゃなくない。あ、そっか、8じゃない。0418。なんで1。あ、じゃあ間違えたあ、待って、11に足してた。はぁ、あ、実況なんてもうやってられない、私は。もう無理だ、こんなの。違う。0408、0408じゃ、ひなこちゃん、いくよ。ひなこはお家に帰りたいな。はい、0418やってみるか。オッケーオッケー。0418、これを0418で金庫に入れてみる。はい、違うって。全部やってみよう。0402から。02、違う。03、違う。04、違う。全部全部。05、違う。06、違う。07、違う。あと10秒しかない。あはぁ、もはや0が違うのかもね。そんなことある。だから4、待って、でも来週誕生日がエイプリルフールだから、そもそも嘘の可能性もあるよね。誕生日嘘つくやついる。他の探索してみようか、一旦。次。うん、はい、急いで壊せ。何もないんだよな、そもそも。何もないよね。二段チェストでもない。そうなんだよね。これはクローゼットか。あの時計は何を見ているんだ。これさ、ひなこ抜けてみるからさ、一人でベッドで寝てみてよ。え、そんな意味ある。寝てみて、朝になんないかな。朝になったかも。なった？夜のまんま。意味ないんだ。時計が見てるところは見れないんだよね。屋根の上だな、多分。なんか。屋根の上？時計の位置的に屋根の上じゃない？あー、マジわかんない。え、もうさ、もう90秒経つの？あー。よし、もう一回やるぞ、ひなこちゃん。オッケー。はい。オッケー。で、できそうなのからまず探したいよね。うん、このカーペットが何なのか、これができそうなんだけどな。できそうだよね、これさ。え、待って、これ奥にさ、これ ひなこちゃん、これ視点変えるとあっちにベッド見えるの分かる。あ、オレンジ、黄色、これじゃね。で、ここ赤。赤、ちょっと待って、一旦入れてみるか。これが、オレンジと黄色で、ここが赤なんだけど、これで、上が山で、下が川だよね。
で、余った灰色のカーペット、こういうことじゃない？来た！ここにパスワードを入力、4桁です。オッケーオッケー、これに04。これに0408。08で行ってみる。え、いけんじゃね？はい。来た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 ！オッケー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 。で、クローゼットの鍵、クローゼットの鍵を手に入れた。クローゼット、クローゼット、ここ、ここ、よし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 、だいぶ進展した。何がある？え、何もないよ。あ、上にチェスト、斧、歪んだ板材、歪んだ板材、これか、ここだ。はい、何ある？お、下の階。嘘、もう秒が、ね、猫に話しかけよ、とりあえず。にゃにゃあーにゃにゃー。でもね、さっきのスーパーありがとうにゃ、うちの家の鍵はトイレにあるにょって言ってる。オッケーオッケー、じゃあもう一回行ってトイレ行くか。にゃんにゃんまでは進めたね、行こう。なんか行けそうになってきたよ一気に進んだ今。よし行くぞ。よし、まずはカーペットだよね。まずはカーペット。 OK で、これ取ってカーペット取ってんで、オレンジ、黄色、う、あーと、あー、赤、灰色。 OKオッケー、0408。よし、入れます。はい、で、クローゼットの鍵、オッケー。斧取って、で、ここを壊す。下行こう。オッケー、トイレ、半分ある。トイレ？お風呂？お風呂だ。あ、鍵あった、鍵あった。102号室の鍵。102号室、どうやって行くのこれ。ここが出れる、多分ここか。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。で、え、次は？え、これもう出れるってこと？え、ここも出れるの、行ってみるえ、嘘でしょ。え？あ、ひどい目にあった。無事脱出できるようですね。え？あなた言ってないもん、それは期待できません。ですが、この先を歩いていくと大きな工場があります。なので次はそこを目指してください。あなたは私の味方の敵なの？敵ではないというのは確か、クセスドス。ふん、まあいいわ、どうせ行く当てもない。うわ！ごめん、すっ転んじゃっただけよ。少し転んじゃっただけよ。あ、少し転んじゃっただけよ。じゃあその工場ってのは行けますか。私はまだその時は気づいていなかった。私はこの時転んで膝の皮がすりむけていた。いや、正確には皮が剥がれていた。そこから見えるのは骨ではなく鉄の塊。そしてそこにはこう書いてあった。テロラコット製子供用アンドロイド試作品 T003 と。あれ、終わっちゃった。おー、なんかまた変なとこ来てよ、ひなこちゃん。あれ、さっき終わったんじゃないの。いや、また誘拐されたみたい。終わってなかったって。そのひどいよ。もうちょ、また脱出しよう、先進もう。これなんだこれ。あ、え、ひなこちゃん、それ踏んだらやばいぞ。え、なんで生きてんの。え、まずは軽めの引っかきから、今度は踏んでも大丈夫だって。やった、ラッキー。なんで俺だけ。クソ、この管理人見つけたら後でぶっ飛ばしてやる。あれ、なんか部屋来たよ。あ、なんか久しぶりの外だ。あれ、まだ実験室にいるのか、うちら。もしかして。多分そうかもしれん。とりあえず読むか。うん、はい。ここは俺が作った世界でもあるが、マイクアの世界でもある。ということで、マイクアの基本の木を切ってみようではないか。お、でチェストの中に、おおー、アーナー切れるらしいよ、それ。切ってみようよ。オッケー。あー、もう大っ嫌い、ほんとに意地悪だよ、そんなの。ただの意地悪、意地悪。早く木切って。はい、わかりました。はい、え、これ切って何すんのこれ。全部切って、綺麗に切って、早く。わかった、わかった、うん、もう細かいんだから。え、こっちは、はい、全部切って。切る、切る。あー、あー、あ、え、びっくりした。床あって、床あったねびっくりしすぎて入っちゃうかと思ったよなんか込み上げてきた、お茶込み上げてきたんだけど。こんなコマンドの使い方あるんだ、ちょっと勉強しとこう。メモしていい。ダメだよ、早く次進むよ。あ、分かった分かった。え、で、でそっちはいけなくて、こっち、こっちいけないけど、こっちだな。お、お、鉄の扉を開けるためのスイッチだよ、にっこりマーク。ひなこちゃん押してよ。押してみるよ、じゃあいくよ。うん、はい。え、あ、相手はいる。普通に開いてんじゃん、ふざけんなよ。あああああ、なんで、なんで俺だけどうしたらいいんだろう、じゃあ
で、ひなこちゃん戻ったらなんか羊羹が上から降ってくる。助けて助けてなんか踏んだり蹴ってるから。あ、さっきと違う部屋だった。何、あ、でもこれ多分行かなきゃダメか。私も多分死んで戻ってくる、来た方がいいっぽいよ。で戻ってはこれ怪しくね。あ、でもなんか書いてある。何、疑いすぎるのも良くないぞ。だってうるせえバーカ。ひなこちゃん戻ってきて。何、 こっちの奥の部屋でね、マグマが降ってきたんだよ今。ほら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 、お、でも部屋変わってる。早く早く、本読もう本読もう。こんな読んでる暇ないぞ。だってこんな変わる。え、じゃあ何するかな。やばい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 、急ごう急ごう。やばいやばい、こっちか、急げ。ボタンがある、はい。なんか開いた、急げひなこ、こっちだ。いや、開いてない開いてない。どっち、そっちかそっちね、オッケーオッケーオッケー。マグマ流れてきたんだけど、痛い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 、なんで。いや、もう分かった、そっちね、オッケー。分かった、よし、急げ。開いてる開いてる開いてる、はい、来た。オッケー、これで、で、ボタン押す、はい。ヒントを教えてもらう、だってテキストクリックだって、はいでしょ、こんなの。ヒントを教えてもらう、はい。うん、誰だお前、なんか変なもん持ってないかって言ってる。いいえと押してみる。うん、いいえ、あ、寝てる。なんかね、変なものを持ってないかって言われた。変なものを探さなきゃいけんのかな。一旦死ぬか、一旦死の。変なものなんてある、探せ。わかんない、探せ探せ。持ってないよ。あ、熱い熱い熱い。ある、そんなもの。わかった、ボタンを押したら扉が開いてるんだ、きっと。行くよ。うん、はい、ボタンを押したら扉が開いてない。どうすればいいの。本当に何にも持ってないんだけど。一個前の部屋ちょっと探索してみる。廊下廊下、あ、廊下。あ、ひなこちゃんが死んだおかげでマグマ消えた。マグマがない部屋で探索するよ。ありがとうありがとうなのかな。変なものでもないよね。インベントリーも何も持ってないってさ。持ってない。ああ、呪われたガラスがある。持ってるじゃん。見えなかった、わかんなかった。これ早く渡してきて。はい、わかりました。これどうやって渡すのこれ。はいはい、あげる。捨てるとね、呪いを解除だって。呪い解除できた。一旦死ぬか。で、行ってみる。行ってみるか。え、呪い解除したけど、もう一回話聞いてみる。おつ、これで開いてる。プチ開いてる。あ、ナイス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 、間に合い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 、危ない、燃えてる燃えてる。これいらねえ、こんなもん。とりあえず先進めるようになった、これで。オッケー、先進もう。オッケー、よし、来た。次はさすがにもうマグマ降ってこないみたい。またヒントをくれそうな顔のやつがいる。はい、本当に困ったら一度適当に答えてみるのも手じゃ。オッケー、まあ、じゃあ問題見てみるか。はい、さて、もう最後の部屋だぞ。お、早い。いいね。ということで、今回は下手な引っ掛けやめて頭の体操をしよう。やってほしいのはあるなしクイズ。前に6つのアイテムがあるが、ある方にはとある共通点がある。その共通点を探し出し、右のチェストの中から1つだけ同じ共通点があるアイテムを取って前の回答箱に入れてほしい。間違ったら大変な目に遭うかもしれないから気をつけろよ。 OK。なるほど、あるの方には共通点があるの。リンゴ、骨、砂で、こっちがリンゴ、パール、ブロック。ひなこ、ビーコンがいい。え、そんな適当でいいのね。そんな適当でいいの。ひなこ、ビーコンがいい。え、俺の予想なんだけどさ、うん、右のやつ、こいつらパーティクルエフェクトがあるんよ。で、こいつら多分なんもないよ。はい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 。あー、こっちがあるか。でも違う共通点あるね。だってこれリンゴエンチャントしてんじゃん。うん、でエンダーパールも投げるとデュインってなるじゃん。うん、でソウルサンドも魂のうわーんってほらエフェクトがある。関係ないよ。じゃあ多分それじゃないよ。関係ないっすか。じゃあエンチャントテーブル、あ、じゃあビーコン入れる。ビーコンがいい、ひなこ。じゃあはい、入れて。
いいよ、入れるね。入れて。はい。あ、痛い。え、どこ。はい、ここに来たということは間違いを間違えてしまったらしいね。問題を間違えてしまったらしいね。だが安心してほしい。君、もう一度君にチャンスをやろう。この塔の下に4つのスタインブロックの塊が置いてある。そこに見事着地したら、着地し生還できたならばヒント本と一緒に元の世界に帰らせてあげよう。だって。いや、見えな。とりあえず行ってきて。あー、あった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 。おー、行けてよ。その辺でオッケー、行くわ。はーれー。あいつやば、あいつやば、お前危ないって。やめろってお前。もう危ないよ。よし、ヒント本。ヒント本で戻るか。はい、ヒントは、はじめの方に私はここはマイクラの世界でもあると言ったが、君たちが生きているのは現実の世界であるということを忘れてはならない。その2つの世界を比べた時、必ずと答えは分かるだろう。現実世界にあるものと現実世界にないものだ。そういうことか、オッケー。ってことは現実世界にあるものだから、え、ビーコン現実世界にあるよ。え、スイカ、スイカ。あ、スイカ、階段もあるよ。このネザーレンガがないじゃん、そもそも。あ、そっかそっかそっか。え、でビーコンって現実世界にあるよね。知らない。いいよ、スイカでないのかな。もうスイカでいくか、じゃあ。はい、入れます。はい、お、正解だ。やったー。よし、これで脱出できるぞ。おめでとう。このチェストに宝があるって。あー、うそー、なんで。あれ、脱出成功。あ、ジーヤの世界、家に帰ってきた。やったー、やっと世界に帰ってきた。やったー。やった。あ、殴ったのに。だー、待て、今度お前を捕まえてやる。なんでだよ、やめろー。